橋本です。橋本戻して前高幸中3枚いる鋭いボールが来た。ゴラッソ高井和馬前から高いビューティフルゴール。まあ、このクロス非常に速くていいボールでしたけども、ここのボールに体反転させながらこうでボールに触って枠を捉える非常に難易度の高いシュートだと思いますけども、